本日はアルファレガロ岡山駅前というマンションにやってまいりました。とても立派なマンションでございます。岡山駅徒歩圏内なのでとても立地がいいです。こちらは広い駐輪場となっております。こちらには宅配ボックスもございます。オートロックとなっておりますのでセキュリティも安全です。きれいに管理されているので帰ってくるのが楽しみになりますね。今日は9階のお部屋を見学しに行きましょう。到着しました。904号室角部屋でございます。インターホンもついております。鍵は二重ロックとなっておりますので安心です。高級感のあふれる玄関に大きなシューズボックスがございます。こちらはお手洗いです。お手洗いにも収納がございます。トイレの収納は嬉しいですね。扉を開けると12畳のワンルームです。まず目に入るのがこちらの二口キッチンです。十分なくらい広いキッチンでございます。キッチンの収納を見ていきましょう。洗面所でございます。洗面所に窓がついておりますのでとても明るいですね。こちらは洗面台でございます。鏡が3つついておりますのでとても便利がいいです。
プードレッサーとなっておりますので、ここが伸びます。お風呂です。とても広くて上だけ機能もついているお風呂でございます。乾燥機もついておりますので、時間がなくて洗濯ができなくても乾燥をすることができます。ではリビングスペースに参ります。エアコンもついており、こちらにはロフトがございます。ロフトがある物件は天井が高くて開放感がございます。コンセントもあり、とても広い空間となっております。このロフトのはしごは外すことができます。こちらは角部屋ですので、窓が普通の部屋より多いです。こちらはバルコニーです。分譲マンションのような広さでございます。やはり9階ですので、岡山市内が一望できます。こちらは岡山駅から徒歩10分圏内でございますので、通勤も楽々です。黒を基調とした高級感のあるお部屋でございます。ここは収納です。一人暮らしにはちょうどいいサイズです。こちらはオートロックのインターホンとつながっております。ではお部屋のご紹介を終わります。